ょっと人足りないんで3人目は私自身なんですけども、はい、では安藤が、ジャズ単音アドリブソロにおける音高認知の調査というタイトルで発表させていただきます。ですね、研究をずっと進めているんですけども、最終目的自体は、人間と協調演奏をするジャズの AI ですの実現です。実はこれ音響生成 の DNN では、ここ1年で実現しつつあるんですね。イルカムの、プロフェッサー・エスリンのチームがこういうことをやってるんですけども、僕がこれが、疑問だと思ってて、僕の考え方と違うのは、 DNN だと人間と AI の、 その音楽的な知識の共有が行われない。せっかくいいものを作ってもそれを、お互いに議論することができないという問題がありまして、特にこれは音響生成機の RNN だと LSTMA とかを使った RNN だと、これがすごく顕著なんです。なんでかというと、あれ実質的に動的フィルターとして、一次元動的フィルターとして動くもんですから、それを人間の認知で理解するのは非常に構成、学習済みのネットワークを人間の認知で理解するのはちょっとかなり難しいというわけで、私自身が目指すのはルールベースなが細かいルールを組み合わせ探索することで、人間と AI の音楽知識の共有をできるまま、探索しよう、そういうことを最終目的にしています。この間の平田さんが、出したデビッド・ボープの役所がありましたけども、あの時にちょうどツイッターで議論になったんですけども、徳井さんという僕のドクターの、兄弟子の人が、これルールベースだから現代のやつに合わないんじゃないのと言ってたんですけども、いやこれは実は我々にはこれができる手法があるんですよという、これを使って探索、ルールベースを使って探索する手法があるんですよということです。で、今やっていることは、その人間の演奏家の演奏モデルの抽出っていうのをやっています。で、これ、それぞれやってまして、一人称的記述と二人称的な観察ですね、観察問いかけとかで、もう一つ、三人称の聞き取り調査っていうのをそれぞれやっています。で、それをルールとして、音高認知をルールとしてモデル化するっていう感じの研究をやっています。で、でルールとしてモデル化して、それを走らせることで本人のフレーズのようなものを生成できるかどうか、本人の個性が表現できている、フレーズを生成できるかどうかを確かめたいと思います。これちょっと最近いろいろ文献調査してたんですけども、これ行動選択モデリングって社会情報学の方では言われてるらしくて、細かいルールを組み合わせてやること。で、これを、この時永正造さんっていうやつだと、これをエージェントと見立てていて、その細かいルールを組み合わせてそれを表現し、探索して表現するってことをやっているみたいです。で、これ実は研究やってから知ったんですけども、デビッド・サタナウっていう人が、すごく古い本で、自分のジャズピアノの右手の、習得過程を一人称的に記録した本っていうのが、研究っていうのがあります。社会学者なんですけども、で、これの面白いところっていうのは、五線譜が一切登場しないんですね。鍵盤と自分の手のその図の中にはそれしか存在しないんです。で、五線譜的なことも一切出てこない。音楽表現として合っている、なんとなく合っている合ってないとか、そういうレベルのことしか出てこないんですよ。で、本人の認知として五線譜、いわゆる音楽的ノーテーション情報が全く存在していなかった可能性というのが、あり得るわけです。本人知っててそう書いてるのかもしれないけども、少なくとも学習時にはそれは関係なかったということですね。これ例えば、多くの、 その音楽生成 AI、 ノーテーション情報生成 AI が五線譜とかいわゆる右ノートナンバーをベースにやっているのとはすごく対照的ですよね。手と鍵盤という形じゃない、それで即興演奏生成モデルに楽器と人間の身体性を取り込むことが非常に重要である可能性をこれは示唆しています。
で実際にどういうことをやってるかといいますと、一人称的記述では、まあ、私自身のジャズサックス即興演奏の練習記録を、まあ、3年ぐらいですか、もう3年になりますか、続けているんですけども、これを、記録しています。どのような練習をしていた時点でどのような獲得感が得られたかというのをやっています。これは楽譜を使った記述、楽譜もかなり僕の場合は言葉以外にも楽譜はかなり含まれています。で僕はできていないことも結構書きます、何が認知できなかった、誰かの演奏を聞いた時にこれが認知できなかったとかいうことも全部細かく書いています。これは当然ながら私が音楽の専門訓練を一応受けているからできることなんですけども、なのそういう意味で一人称的記述っていうのは非常に重要じゃないかというふうに考えています。で二人称的な観察と問いかけて何をやっているかといいますと、私自身がその先生にレッスンを受けている中でその先生のジャズ即興における認知だと考えたものを、まあ、話としてはいろいろ聞きながら、それを記述していく形です。でそれがまあ、練習法の指示などに非常によく表現されているんですね。ここをやったらこうなるでしょっていう表現に、すごく現れているので、それを読み取って記述するっていうことを行っています。で、三人称的な聞き取り調査って何をやっているかといいますと、第三者の、ジャズギターのプロ演奏家とジャズギターの学習者を用意、それぞれ用意しまして、それぞれ聞き取りあのレッスン、そのレッスンをの内容をそれぞれ聞き取り調査しています。で学習者の方は練習メモもつけてもらって、そのまとめ方、練習メモのまとめ方も観察しています。でレッスン時の録音でどういうレッスンがされていたのかっていうのも、まあ、確かめるというか検証することもやっています。で現段階で分かっていることなんですけども、フレーズの認知というか、まあ、フレーズの認知というか音高の認知なんですけども、これが、個人で大きく異なることが分かりました。以前、ジャズベースの4ビートバッキングをアドリブを、アマチュアのベーシストに、やった何人かに調査して聞き取り調査したことあったんですけども、大体みんな同じフレーズ生成と音高認知だったのに対して、今回は大きく違っていました。この楽器は同じでも個人で大きく認知が違うっていうことが、分かってきました。まあ私自身の順番に見ていきます。私自身の方ジャズサックス学習者は、音高を固定度で認識しています、楽器に対する固定度ですね、楽器に対する固定度で認識していて、音高の音名を頭に浮かべることで指が自動的に動くという訓練の仕方をしました。でただし、長調短調では固定度音名を歌詞として音高時に話して歌うという訓練が、できをしましたので、音高度でには移動度も若干入っていることができます。移動度的に捉えることもある程度はできるって感じです。で、高度構成音は楽譜情報的に、楽譜情報的っていうかどっちかっていうと、要するに鍵盤上ですね、ピアノ鍵盤上的に覚えていて、それを指でなぞる訓練をしている感じです。で、メモで五線譜を代用していることからもこういうのがわかる感じですね。あと、これは私はもともと歌だったので当然かもしれないですけど、和音を和音として認識できないんです。フレーズ生成の時に和音を和音として認識できなくて、あくまで私は単音アルペジオとしてしか認識できないという特性があることがだんだん分かってきました。だから他の人と比較してですね、またこれ自分だけだということが分かってきたんですね。で固定度はまあ専門が現代曲であることが影響してるのかなという感じですけども、サックスの曲って現代曲が多いので、でジャズ のプロのジャズサックス演奏家、まあ私の先生ですねは、テナーがメインなんですけども、アルトをかなり容易に持ち帰ることができます。これジャズサックスの演奏者としては実は珍しいんですけども、かなり容易に持ち帰っていきます。で音高を移動度で把握しているらしく、音程を感じることで指が自動的に動くらしいです。要するにフレーズの、を認識するときに音と音の間の音程として認識して、インターバルとして認識しているらしいです。ただし、高度構成音は指で把握している、指の感覚として練習動きとして身体知的に把握しているらしいです。で、高度そのものは和音丸ごとの響きとして把握しているらしいということがだんだん分かってきました。
これに関しては本人は練習したらしいです。あの構成音を自分で鳴らしてみて、その響きを徐々にというふうな形で練習したらしいです。でここ次の部分が肝なんですけども、アドリブフレーズの生成を彼女はどうやっているかと女性と言ってました。どうやっているかっていうと、フレーズの外形ですね、大まかな流れ、どこでこのコード等にたどり着くかっていう部分は即興で生成して、その間をつなぐ細かいのは指に任せているらしいです。この響きが鳴ってる時はこのスケールが使えるから、この指が勝手に動くっていうのを任せているらしいです。つまり、身体値に任せてしまうだけでは発展性がないのかなと。プロ演奏家としてやっていくにはこのフレーズの外形を即興で生成する部分が必要なのかなというふうに考えています。でジャズギター学習者、今の D2 の学生にやってもらってるんですけども、今年の2月から始めました。で、レッスンを受けてもらっているんですけども、指板の上の位置ですね、音高の位置で、位置で音高を把握している、まあ、これはギターのロックギター奏者にありがちなんですね。で、まあ、音高把握はギター指板を前提とした固定度と言えるかどうか分かんないですけども、ギター指板を前提としている。で、指板プラスあとスケールで音高を把握している、要するに6弦とか5弦からスケールをたどることで、音高を把握していたという感じです。で音高が音高として独立しなくて、どっちかというとスケールに付属していた感じだったんですね。で、作曲は鍵盤で行っていたんですけども、ギターに関してはそうだったと。で、徐々に6ヶ月経ちました。4ヶ月経ちましたけども、徐々にコードブロック図でコード構成音を把握するように変わってきているらしいです。まあ、という感じです。あとすごく特徴的なのは、歌詞がないとフレーズを覚えづらいという特徴があるそうです。音高と音名を結びつけて歌うことができない。これ音大受験した方にはもしかしたら分かるかもしれないですけども、いわゆる固定文言がありますよね。固定文言ってあれって固定度で歌う訓練なんですけども、切り離せるじゃない、音高名というか音名を歌詞として理解できるんですけども、それができないらしいと。これは一般的なロックを演奏してきたギタリストなのかなというふうに推測しています。で、聞き取り調査、その先生である、プロジャズギター演奏家ですけども、一応ギブソンジャズギターコンテストの優勝者なので、国内ではトップクラスの方ということになります。ちょっと非常に表現が難しいんですけども、移動度がかなり含まれている固定度、ギター指板上で、移動度をやってるらしいということがだんだん分かってきました。で、非常に特徴的なのは、たとえ単音フレーズであっても、コードを頭の中で指で押さえることで、そこからのその構成コード構成音からの相対位置で音高を把握しているらしいということが頭に分かりました。要するに、2度を抑えるのは、要するに気温から、2フレットずれている場所というふうに認識している。6度を認識、6度を認識するときには、要するに5度の音を基準、5度も抑えている音が、指がこれだから、そこからこのフレット分だけ移動したら6度っていう感じで認識しているらしいです。で単音アドリブフレーズの始めるときにも頭の中でコードを押さえるらしいです。で別のコードに移るときも同様で、この方のアドリブの認知なんですけども、音高すべてが和音と結びついているという特徴がありまして、単音アドリブでも経過和音として認識してるんですね。必ず和音の進行として単音フレーズでも認識しているという、そういう特徴があります。で、彼女は、この方は、簡単に言ってしまえば、音楽の訓練を全く受けてない人なんです。でも独学で、要するにクラシックギターをほんのちょっとやって、ギターの方に行ってる人なんですけども、こういう形でギターに非常に特徴的な形として認識、音高やフレーズを認知しているということがありました。でこれな
んですけども、その聞き取り調査の時なんですけども、単音フレーズの、あの弓道を使った単音フレーズのはずなのにコードを押さえながら説明してるんですよ。面白い、要するにコードを押さえながらって単音フレーズだから、僕あのロックギターの人の感覚だと普通に指だけで単音をたどっていくんだったら分かるんですけども、最初にコードを押さえた状態でそこの弓道がここだからここからこうっていう感じで説明してるんですね。まあ、こういう傾向があって徐々に、学習者、あの要するに生徒さんの方にもそれが伝わってきているらしいということがだんだん分かっていきました。で、考察なんですけども、まあ、これまで見てきたようにフレーズの認知、まあ、引いては音高の認知は、楽器だけに依存するのではなくて個人のバックグラウンドにもまあ強く影響を受けるのは、まあ、これは、まず間違いない状態なんじゃないかと。たまたま、前回というか2、3年前にやったジャズベースに関しては、たまたま同じだったというんじゃないかというふうに考えられます。でジャズにおいて重要なのは、聞いたフレーズを、まあ、認知して解釈して新たなフレーズを作るっていう作業ですけども、まあ、一番典型的なのは4小節交換とかですよね。相手のフレーズを聞いてそれをどういう構造になっているかを頭の中で分析して、新たなそこに新たな要素を付け加えて返すっていうのが、まあ、4小節交換とか8小節交換とかの基本ですけども、そういうものにおいて音高の認知っていうのは非常に重要な要素なんじゃないかなと考えています。これ自体が要するに音高の認知自体が新たなその演奏の個性というものを表現できるんではないかというふうに考えております。で認知するっていうのは、まあ、音高の配列として獲得するだけではなさそうだなと。さっきみたいに和音がそのまんま来てる人もいるので、単純な音高というよりもこの和声進行としても認識してるのかなという部分がちょっとうまく、ここに関してはまだ推測なんですけども、これ以外の何かもありそうだなということを考えています。で今後の予定なんですけども、まあ、学部内で、この研究に関するお金が取れました。安かったんですけども、そんなに多くはないんですけども、今年は、レッスン代増額できて、ジャズギター学習者をもう一人増やす予定です。で、学習者間の違いを見ます。これ実はあなた取れましたよって報告は上長から言われたんですけど、まだ正式なメールの会計から来てないんで、実はどうなのかちょっとまだ分かんないです。で、余裕があれば他のプロギタリストへの聞き取り調査も行って、この方のその和音、すべて和音で認知するっていうのが、本当にこの人スペシャルなのか、それとも特殊な例なのか、それとも一般的なのかをちょっと検証していく必要があります。で、現段階のモデルの実装とシミュレーションですけども、サックスの指というよりかは息のモデルが非常に難しいので、とりあえずギターから行っていこうかなというふうに考えております。で、まとめです。この認知は大きく異なることもありました。当たり前の際の身体値の取り組み方もいろいろ人によって違うと。で、楽器の特性が反映されるだけではなく、楽器は同じでも個人で大きく違うという。まあ、これをルールベース生成と考えて、細かいルールを実装し、行動選択モデリングと同じことで、組み合わせてシミュレーションするということを、今後やっていきます。はい、これで以上です。何か会場から質問などありますか？個人で大きく違うって、はい、面白くて、例えば違う楽器でも同じような認識の仕方をしている人がたちがいるかもしれないしってことですね。そうですね。弦楽器だと大体共通してるよみたいなことは考えるんですけども、でも実は実際弦楽器でベースの人とギターの人とは全然違う認知をしているってことが分かったわけです。逆に、弦楽器と管楽器でも実は同じ認知をしている人がいるかもしれないということが言えるわけですね。それが何なのかちょっとまだ分かんないんですけども、ちょっとそれ自体がなんか個性としてAI に個性を与えられるものになるんじゃないかということを考えています。はい、では時間も時間ですのでこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
い、ではですね、10分間ですね、ちょっと休憩をいただいて、プロフェッサーウンの、招待講演を始めたいと思います。それでは、後ろにお茶菓子などありますので、ぜひお茶やお菓子などをどうぞ。